さあ始まりましたチンマラジオ11月10日通常回ナンバー56ということでですね、やらせていただきます。私がゆうすけでございます。はい、どうも陰キャの星です。よろしくお願いします。はい、陰キャの星さんですか、はい、そうありたい。あ、陰キャのスーパースターということで。はい、そうです ですね、陰キャ界のスーパースターってなんか、はい、どうなんですか。その陰キャの中でもその割とこう陽キャとつながりを持ったこうなんか陰キャの中の陽キャみたいなのか、それとも一番もう一番ダセーやつね、陰キャを極め切ったもう超ネクラのクソ野郎なのか、どっちなんですか。そこまで突っ込まれるとは突っ込まれた時はいや陰キャに、はい、希望を与える存在でありたい。おお、陰キャでも俺はできるんだと。そう、楽しくやれているんだという。いやでも言ってもボブさんあれですよね、陰キャの中のスーパースターですよね。バンドもやってるし、 YouTube でラジオもやってゲーム配信やってね、いやまあ何もできなくて人からバカにされてるけど、はい、はい、なんとかやれてるぞという希望を示したい私は。ああもう十分して示してると思いますよボブさんは。うん、ねえ、そうですか。いやほんとそうだと思いますよ。みんなあの陰キャの人がもう憧れてますよ、はい、多分ボブさんのこと。ああどうすかね、陰キャ性格悪いですからね、陰キャは。まあ、陰キャの人もうほとんど表舞台にいないですからね。憧れた目を持ってボブさんを見てるのかは分かりませんけども、判断はね、はい、できかねますけども、うん、まあまあまあスーパースターではないので、スーパースターになりたいという気持ちを込めて。そうそうね、まだね、はい、星ということでね、原石ですよね。陰キャの中の、A、はい、これまだまだ広げれますけど、はい、やめましょう。やめてください。はい、というわけでですね、まあラジオの方ねやっていきたいと思うんですけども、まあまあ我々ついにね、まあ、前回も言ったんですけど登録者数100人超えたと、はい、いうことでね、もう100人超えの YouTuber としてね、うん、もう名を香川県に馳せているわけでございますけども。どんぐらいなんですかね。いやでも割もう僕からしたらむちゃくちゃすごい功績ですけどね、はい、これは。いやすごいですよ本当に。うん、ね、だって結構知らない人の割合も増えてきてますから。知らない人の割合、ああそのリスナーさんでね、あのリアル友達じゃない人の割合。うんうんうん、そうっすね、そうっすね、そうリスナーさんで、はい、顔も知らない人たちが僕たちのラジオ聞いてると。うん、ああですよね。まあそれでね、先週なんですけど、はい、友達が婚約祝いということでね、焼肉おごってあげるよということで、おお、はい、ちょっとお祝いをされてきたんですよ。いや、でいいじゃないですか。そうなんで、はい、よかった、ありがとうございますって言って、でまあそのまあその友達っていうのは海外の友達とその奥さんが日本人のカップルなんですよね。はい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 。で最近もう週末になったら毎週末遊んでるようなこのダブルデートっていう感じでね遊んでるんですけど、はいはいはい、でその2人と喋ってて、あそういえば YouTube 登録者数100人いったよねみたいな言ってきてですね、はい、その友達が、はいはい、あはいはい、そうそうね、そうね、まあそのライブにもビシガメワイダンと満月にね来てくれてたので来てましたね、はい、で、あそうねそうね、行ったよ行ったよって言って、で、あれ100人目俺なんだぜって言ってきて、おお、
え、マジでみたいな。そのおなんかそうすか、はい、なんか知らなかったらしいんですけど、そのたまたま、あ、まあじゃあチャンネル登録してやろうかみたいな感じでね、うん、こうしてくれたら、たまたまその俺が100人目だったんだっていうことで、はい、うん、でその日本人の奥さんはちょっと会場には来てなかったんですけど、その後日、はい、そのチャンネル登録してくれてですね101人目がその奥さんなんですよ、はい、おで、あ、あざーすって言って、はい、でもう正直ね、まあ、その焼肉食べながら言ってたんですけど、はい、もうとにかくちょっとあの聞かないでくれとあのチャンネル登録はありがたいんですけど、あの聞かないでほしいって言ってね、はい、言ったんですよ、うん、っていうのもなんかその、そう恥ずかしいですよね、はい、でなんかこうなんていうんですかね、なんかこう、まあ、すごくいい関係の、ね、友達なんですけど、すごくいい夫婦で、はい、でもうなんか眩しいんですよね、すごくその夫婦が。ああ、はいはいはい。もうなんかコスモス、公園に咲いているコスモスを見ているようななんかクリーンなクリーンな感じですね。すごく、そうそう、すごくクリーンな夫婦なので、この我々のこの、はい、ラジオを聞かれるとちょっとあのもしかしたらこう幻滅される可能性が大いにあるじゃないですか。あー、そういうそういう、はい、普段はだし、その夫婦との付き合いの時に、うん、あまり汚い部分は出してなかったんですね。いや、僕そんなあのプライベートで、はい、どし漏れた炸裂してるわけではないので、ビジネスだったんですか。ビジネスですよ、もう僕なんて思いっきり、ね、ビジネス下ネタだったんですか。ビジネス下ネタですから、僕ビジネス変態、ビジネスおバカですから。うわ、うん、全然そんな部分出してないし、そんな、まあ言ってもあれですよ、そのダブルデート中にね、はい、そんな下ネタを言うこと別にないじゃないですか。まあまあまあ、ないっすけど。これ分かりますよね、これ本当分かってほしいんですよ、うん、まあ男友達ならまだしも、人の人の奥さんがおる前でみたいなのはちょっとあれですよねそうでしょ、おい、はい、お前今日何したのかよって言ってね、聞けるわけもないし、そんな聞く必要もないじゃないですか。はい、もう淡々とね、なんかこう、なんか面白い話をこうワイワイしてるっていう関係なんですよ。先週は、まあ、京都に行ってこんな写真を撮ってきたよ、うわーすごく綺麗じゃないかみたいなねあ、いいね、僕も行きたいね、あ、そういえば今度大阪行こうよ、あ、いいねいいねみたいな、そういう話ですよね、はいはいはい、もうなんかこう綺麗ですね綺麗なあの関係を築き上げてるので、はい、もうとにかくあの聞かないでくれって言ってね、あ特にあの日本人の奥さんの方にはもう念を押したんですよ。下手にね、その外国人で、うん、ね、ゆうすけさんのフィアンセともつながっとる以上、うん、結構こと細かくこういうこと言ってたよみたいな、言ってたよねゆうすけみたいな言われても、そうそうそう、なんかあまりえげつない部分までね、うん、そうそうそう、たまにね僕の彼女の話もネタにするので、はいね、まあその旦那さんの方はあの日本語がまだまだ勉強中なので、この 100% 理解っていう感じはできないと思うんですけど、僕が要注意してるのが奥さんの方ですよね、はい、奥さんの方はもう理解できて、いやもうバッチリの日本人ですし、はい、それを旦那さんにね、そうそうそう、それ報告できるわけじゃないですかこれからは、はいはいはい、いやだからなんかこの100人ね、こうやって嬉しいんですけど、すごいチャンネル登録者数が増えるのはね、はい、嬉しいんですけど、なんかこうあの人も聞いてるとか、あの人もそういえば聞いてるとかね、はい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 、例えばスタジオの方が聞いてたりとか、うん、バンドの方が聞いてたりとか、はい、
ね、そんな下ネタを言う友達を聞いてたりとかが聞いてたりとかするわけなんですよ、はい、そうですよね。100人ですよポポさん。まあね、その100人の方が全員がね聞いてるわけではないと思うんですけど、はい、可能性があるというだけでね、ちょっとこう注意していかないけ、まあ確かにあります、あります。うん、最近、ね、いちょっと思い出してきて、うん、どうですか。まあでもやりづらいことはないですけど、ちょっとなんていうんですかね、縛られる感じはありますよね。ねえ、ちょっとこう縛られてるな、ちょっと気にしちゃってるなみたいなね。なんかあんま調子乗ったこと言ったらバカにされちゃうみたいな。おお。でなんかそのか、はい、なんていうんですか、こう人気 YouTuber とかで炎上してる人とかいるじゃないですか。はい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 。なんかまあ僕らなんてまだは100人なんですけど、なんかこう意味がわかるというかね、理由がわかるというか。うん。あーこりゃ炎上するなーみたいなね。でももう100でこれなら、うん、その100万人とか、うん、数百万人登録者数おる人ってなったらもう無理じゃないですか、うん、まあそうですよね。結構言葉発したら炎上ですよ。もうそんなもうヤフーニュースには載りますよね絶対、そんなになったら。うん、うん、でもだってそうなったらお母さんとかね、お父さんとか知ってるようになるじゃないですか絶対。そうですよね。ね、ある日ボブさんのお母さんから電話かかってきて、ボブ、はい、って、あなた YouTube やってるの、はい、って言って、それは一番いかん。お母さん、お母さん聞いてみたいんだけど、これあなた大丈夫って言って、やばいやばいっすね、こんな子に私育てた覚えないわよとかって言われる。金縛り利用してオナニーしてるのって。カナニーしてるのバレますよボブさん。ねえ、親バレは一番いかんっすね。でもこうやってね、香川で、まあ県外の方もね、もちろんその登録してくれるんです、くれてるんですけど、はい、ライブとか香川でね僕ら拠点としてやってるので、はい、それきっかけでねラジオ登録、 YouTube 登録してくれて、でその方がどこで誰とつながってるか、もう香川県なんてもうわからないですからね。いやマジで、うん、この間の生放送でのうん、アドベさんとか、うんうんうん、何気なくポンっておすすめで我々出てきたんでしょう。そうですよ。うん、親が YouTube 見てってと見てる画面にポンって我々出てきたら一発で「あれ?」って、あれ「ボブ?」ってなって、これユースケじゃないとかって言って、ねえ僕のお母さんなんで、ね、ゆうすけ何してるのって言ってね、ない話じゃないですからね。ない話じゃないですよ本当に。ああ、本当なんか東京とか大阪に住んでる人は、うん、いやそんなのバレないでしょって言ってね思ってるかも、はい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 、かもしれませんけど、香川県のこの世間の狭さってもうやばいっすよ。日本で一番じゃないですか多分世間の狭さって。今面積の狭さは日本で一番ですね。でしょ、そうなってきたらもう、うん、で香川県はめちゃくちゃ狭いっすよね。いや本当に本当に、だって友人の結婚式行ったら、うん、中学校とか高校の同級生がいたみたいな。うん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 、余裕結構ありますもんね。うん、余裕余裕。うん、だって前回生配信ライブに出てもらったオールデマダの渡辺さんなんていうと、はいはいはい、同じ中学校でしたからね。
あー、はいはいはい、もう全然年は違うんですけども大先輩なんですけど、え、同い年、はいはい、同じ中学校でしたかみたいな、うん、で、お互いね陸上部だっただって高校の時とか、はい、僕がお世話になってた陸上部の先生とか知ってましたからね。あー、あの人の教えてもらったのとかって言ってね、えそんなのもう当たり前じゃないですか。いろいろ聞いてたらどっかでつながるっていう、そうそう、どっかでねつながってるんですよ、うんうん、なのでね、そろそろクリーンなラジオになってしまうかもしれませんけど、これどうなんですかね。そのリスナーさんっていうと我々にクリーンな部分を求めてる人もいれば、うん、そこまでその汚い話はねしてほしくないという方もいれば、はい、こうもっと音楽の話をしてほしいという方も いたり、うん、まあ我々がその好きなようにやるのが多分ね一番いいんでしょうけど、まあね、気にせん方がなんでしょうけど、まあね、まあ、まあ、じゃあ、はい、ね、少なくともクリーンな部分を求めとる人はあんまいないとは思うんですけど、ね、そうなんですかね、おもんなってなるんで。あ、まあひねくれた人がね結構多いですからね、リスナーさんでも。あ、クリーンなラジオ聞こうと思ったら他に無限におりますから。期待を裏切ってほしいっていう感覚ですもんね、リスナーさんって。なんかこう、まあというわけで、まあ我々のね思ったようなこう我々が楽しめるラジオがまあ一番いいんじゃないかと思いますよ。はい、ということで、まあ普段通りの我々のラジオやっていきましょうということで、まあそうですね、はい、うん、まあ先日ねちょっと高知行って帰りにですね、あのコスモス畑なんかを見てね、写真撮ってきたんですよ。はい、めちゃめちゃ綺麗でね、もう辺り一面コスモスがブワーっていって広がってて、ああ、はいはい、もういっぱい写真撮ってきたんですけど、ちょっと皆さんにねちょっとご覧いただこう。いらん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 、え、何ですか、いらないですか、いらんいらんいらん、ああ、いらない、何を綺麗な、え、何ですか、いつも通りですけど、急に好感度綺麗な部分を奥さん用ですか、相手の、ね、もう紅葉がね綺麗になってきてますよね、そろそろ、はい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 、うん、なんかボブさんどこか紅葉とか狙ってます、ここ行こうみたいな決めてるとこってあります、いやないっすけど、立林公園とか綺麗ですよね、あっこ、あ、立林公園いいですよね、あそこ、うん、でもね全部綺麗ですよね、案外立林公園って紅葉綺麗なんですけど、はい、そこまで色づいてるね聞いてるのは少ないんですよ。なんか、あ、そうですか、そうそう、ライトアップでごまかしてるんじゃないのみたいなとこが、ね、はいはいはい、あるんです。僕のおすすめはね、はい、うん、こう神社とかお寺さんに生えてる紅葉とかね、おお、大久保寺とか、ええ、あ、ものすごく綺麗なんですよ。あ、そうですか、今度写真アップしましょうか。あ、去年 の紅葉の写真とかいっぱいあるんでちょっとアップしましょうか。もうしたいならどうぞ。ねえ、本当にね、なんですか、いや、すごい僕はすごい勢いで興味を失ってますけど。興味ない。葉っぱ赤いなっていう感想しかないですよ、僕は。紅葉とか興味ないですか、その草木なんていうの。うん、木だなっていうなもんすよ。あ、そうですか。いや、ありますけどね、人並みには。そうですか。まあね、全然盛り上がらないので、いや、ごめんなさい、測りかねてます、測りかねてる、うん、前半の振りがあったんで。ちょっと盛り上がりかねるので、
ここでちょっと僕の一発失敗談なんかをねちょっとお話しできたらなと思うんですけど大丈夫ですか？あ、お願いします。まあ本当にねこれ、先日ですかね、1週間前、僕たち丸亀迷子さん、企画で、ピクニックという、はい、丸亀城の近くでねライブを、野外ライブをやらせていただいた日があるじゃないですか。はいはいはい、そうです ね、祝日の日ですよね。うんうん、まあその日にライブやって帰って、でまあご飯とか作ったりして、まあ普通のね日常を過ごしてたわけなんですけど、その、はい、僕ライブの日ってね僕結構たぎっちゃうんですよね。なんか、ああ、そうですね、気分がこう上がっているというか、はい、わかります、わかります、いう感じなんですよね。うん、はい、で、まあ、やっぱり男がたぎるとなると収める方法って言ったらね、はい、まあ、ただ一つオナニーということになりますけどもはい、うん、まあ例にも漏れずですね、私はその日よし今日はオナニーをするぞと、はい、まあ決め込んできたわけですけども、彼女はですね、あごめんなさい、フィアンセがですね、はい、ちょっと今日私早く寝るよって言って、おうおうおう、ちょっと早めにですね、ベッドルームというものにですね入ってですね、はい、おーし来たと、もうこれはもう絶好のチャンスじゃないかということでですね、はい、私エロ動画の方を、検索しまして、あもうこれでいいやということでですね、リビングルームでですね、一、人右手を片手チンポ、しごいてたわけでございますよ。はい、ほんで、あーいいね、あーいいね、あーあーいいねって言って、で、はい、僕この二人暮らししてる人とか同棲してる人、いやもう分かってると思うんですけど、へいへい、思いっきりオナニーできないんですよね。あー、どうしてもね、まあ、そうですよね、うん、でイヤホンもしてないんですよ。でエロ動画なんですけどボリュームゼロでやってたんですよね僕。声なしであった方が良くないですかあれ。いやもう全然大丈夫だったんですよ。たまにね欲しいなっていう時はあるんですけど、もうその日はもう、はい、すぐ行ってすぐ寝ようと思ってたので、あーもう仕事だ作業だ、一瞬でね終わらそうと思ってスコ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 、はい、って言ってね、かましてたんですよ。でそしたら、はい、ベッドルームの方がこうガチャってこう小さな音が聞こえまして、はいはいはい、で、あちょっと起きたかなと思ってね、うん、一瞬こう右手が止まったんですよ、ふって、はい、でも僕の経験上、うん、トイレだと思ったんですよね。あ、トイレかなと。はい。はい、で、あ、トイレだろう。んで、僕のこの現状もですね、もう少しでいけると。あと、6しこりで。6スコでもういけるっていう状況だったんですよね。はい、あ、もう行こうと思って。はい。でも、案の定、そのガチャからですね、10秒ぐらい経っても、全然、こっちに来る気配がなかったので、スコ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 って言って、はい、5しこりまで行って、はい、ラストこう6しこりをこうシュッてこう下に下げた瞬間ですね、はい、わかりますか、紅葉の瞬間ですよ、来るってやつですよね、ここ来るっていう時にですねリビングのドア が、ね、リビングのドアがですね、はい、ガチャって言いましてですね、あああらあらああああみたいな瞬間にガチャって言ったんですよ。はいはいはい、でうっとなって、でも僕の右手は急停車できないので、急停止、あ、はい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 、ブレーキかけたつもりでもですね、キューってこう、何ですか制動距離ってあるじゃないですか車で言う、あ止まるまでの
キーってなりまして、で、はい、もう急いでズボンとパンツをブッって開けて左手にティッシュを構えてたんですけど、はい、それをあてがうことすらもできずですね、はい、パンツとズボンをパッて履いたわけですよ、はい、で左手に持ってるティッシュをクシャッとしまして、で、はい、彼女がです、あのフィアンセがですねパーッと入ってきたんです、そのリビングルームに、はい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 、で、あーお腹減ったって言って、はい、入ってきて、はい、あーそうなんだっていう時にはもう僕言ってるんですよ言ってるんですよねちょっとビクビクしながら、うん、ビクンビクンって言ってですねで僕その時のスタイルが、はい、あの T シャツめちゃくちゃインしてるんですよ、ね、焦ってしまったからそうなんですよ。でおかずとしている携帯もですね、なんか不自然な形でこう見てるわけですよ、僕は、真っ暗の画面を僕見つめてるわけですもう頭真っ白ですからねそうです、言ってるわけですからね、ああそうなんだって言いながら、はい、ビグンビグンって言って案の定もうパンツの中もびしゃびしゃですよ。いや汚ねもう汚ねもうはい、いやその時にねフィアンセと生きながら普通の会話をしながらですね思いましたよ、はい、あーボブさん羨ましいなって言って、あ確かにもう気にせず、もうちょっとやりようあるでしょ、気にせずオーナーホールもうすごいことになってるんだろうなって言ってね、そうですねもうオーナーホールで 3P じゃーとか言ってね、3本穴でねいろいろこうやってるんだろうなとかって思ったりとか、もう歯を食いしばりながらですね、うん、そうですね夜を過ごしたっていう僕の失敗談、これどうすか。いや紅葉の話より描写がね熱が入っとんですよね鮮明にいやこっちの方がいいっすよこれ大丈夫ですか。これ多分奥さん、あの奥さん友達の奥さんドン引きですよねもしですね、万が一聞いていたとしたらですね、はい、ひっそりと日本語であの話面白かったよとか、うん、あの話はちょっと良くないよとかですね、はい、感想くれたらなとまた思いますよ、うん、めげずでね、めげずと我々頑張っていきましょういやもしかしたらドン引きして胸にしまうかもしれんすよね、奥さんが怖っと思って、一切 YouTube の話 しないかもしれませんね今後。ああもう家庭で禁止になるかもしれんすそれかもうチャンネル登録者数100に戻ってたらあってこう奥さんすね、小さい青をつけてですね、はい、僕は、はい、胸を撫で下ろしたいなと思います、はい、まあこういうラジオですよ。で、ええ、まあ我々の YouTube っていうと体を張ってるわけではないじゃないですか。どうですかね、精神的にはだいぶ削られてますけど。そう、精神的にはねもう鰹節のごとく削りまくってますけども、はい、その中にはですねテキーラボトル一気飲みとか、あ昆虫食とか、はい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 、いろいろこう体を張っている YouTuber おられますけども、うん、まあ我々もですねその YouTube 根性ってやつですか、はい、これはちょっとね見失わずに
言葉攻めでね頑張っていきたいと思います。そうですね。はい、ということで今後とも我々をですねよろしくお願いしますということで、はい、じゃあまあそろそろですね話も綺麗に終わったということで曲いきますか。はい、お後がよろしいようで。お後がよろしいようで、はい、そんな、あなたにですねお届けしたいこの曲、今回もですね今週もお届けしたいサイバーパンク演歌歌手徘徊する命のアルバムにですね収録されております曲紹介したいと思います。はい、こちら白ポスト。ね、ぴったりですね。ぴったりでございます。ぴったりですね今回。ありがとうおしぐさんとね。ですね、うん、まだまだアンダーグラウンド走っていきましょうよボボさん。そうですね、うん、削って削って。はい、はい、サイバーパンク演歌歌手シグマで、白ポストお聞きください、はい、白ポスト白ポスト新しい機体の新人白ポスト白ポスト駅前にそびえるオブジェ雨に打たれ風に吹かれボロボロのみなしごはさまよえる少年に拾われ何人が真上を通ってゆくのエロ本と白ポスト ということでですねお聞きくださいましたサイバーパンク演歌歌手シグマで白ポストということでお送りさせていただきました。はい、はい、でこちら白ポストは皆さんはもう分かってますよね。なんかまあない地域とかあるのかもしれませんけど白ポスト、なんか駅の近くにとかよく設置されてるんですけど、うん、エロ本とかはね青少年に、悪影響のある、ね、
本をそのポストの中に入れたら、はい、青少年を守れるというね、あの有害図書、有害図書ってやつですよね。というわけでね、あれ実際入れる人おるんですか、入れる人、あれどういうことですか、入れる人って。でもそれ持っとるってことは自分で買っとんですよね。いや、なんかたまにエロ本とか落ちてるじゃないですか。落ちてます、落ちてます。ああいうのをこうなんか拾ってそこに入れたりするんじゃないですか、うん、それかなんでしょうね、お母さんとかがベッドの下で、息子のベッドの下にエロ本あるのを見つけて募集して、なんかそれはわかる、捨てたりとかするのかもしれませんし、なんかいろんな使い道があるんじゃないかなと思いますけども、落ちとるエロ本を子供たちを守るっていう正義のもと拾えます？いや僕絶対そんなことはしませんね。あいつエロ本拾ったって思われるじゃないですか。はいはいはい。でそれはもう思われるなら持って帰りますよ俺は。持って帰ります僕は。やったって言って持って帰る。うん。それかあのね、大体エロ本が落ちてるとこって結構、はい、人目のつかないとこに落ちてません？ああ、うん、そうですね。僕たまに、まあ、あの、うん、エロ本ハンターとしてエロ本探しに行ってましたからね。一人で。あれロマンっすよね。めっちゃ探しましたよね。うん、で落ちてるエロ本ってなんかものすごいこうレア感のあるエロ本があるじゃないですか。はい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 。なんじゃこれはみたいな。あのくしゃくしゃになった二人エッチとかね。そうそう。ありますあります。ページあかんの。うん、ふにゃふにゃになってるんですよね。はい、うん、まあでもエロ本っていうのは男の子にとってはもう教科書みたいなもんですから、人生の、はい、僕はもう大いに読んだ方がいいと思いますけどもね。はい。ああ僕あれなんですけど、今思い出したんですけど、うん、小学校の頃に、うん、拾ったエロ本とかを、はい、でああいうんってなんか自分だけの隠し場所みたいなありませんでした？ありましたありました。はい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 。僕なんか用水路があって、うん、結構草ぼうぼうの、うんうんうん、でその用水路にかかってる橋があったんですけど、うん、その橋の隙間から下に降りれるんですよね、するって。はいはいはい。隙間を、橋の隙間をくぐったら、うん、でその橋の下に、はい、草に紛れさせて隠しとったんですよね。おお、なかなかワイルドな隠し方ですね。はい、結構貯めとったんですよ。家には持って帰れんかったですね、ちょっと勇気なくて。ほう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 。で学校の帰り道めっちゃ毎日見よったんですけど。はい。もうそれめっちゃ楽しみやったんですけど、台風来て全部流されたんですよね。うわ、コレクションが。はい。めっちゃ探しましたよね。俺の台風の次の日。どこだ、俺の相棒がっつって。本当に絶望しましたよ。なかなかでも言うて落ちてないですもんね。たまたま見つけたとか。そうそう、たまたまなんですよね、あれって本当に。ね、コツコツ集めよったんですけど。わかりますわ。僕もね、中学校の頃に、はい、友達とチャリンコバーって走ってたんですよ。はい。そしたらちょうどその友達がそのエロ本落ちてるのを見つけたんですよね。おお、はい。うわ、エロ本だーとかって言って。はい。でまあその時はその場でこうちょっとこう遠目にチラッと見ながら、
はい、もうやめようぜみたいな感じで、もう僕中学校の頃むちゃくちゃ純粋だったのでもう行こうぜみたいな感じで、はい、でバイバイして帰ったんですよね。ええ、で僕が帰るふりをしてですね、はい、それ後で一人で取りに行ってですね、はい、家に持ち帰って隠してましたよ、自分のその勉強机の裏にね。おお、なるほど。じゃあもうある日そのクラスの女子たちとか友達がこう、はい、何人かこう僕の家に遊びに来たんですよね。はい、ほんでもう僕たちの中学校の女子って言ってもうなんかゴリラみたいな女子ばっかりだったじゃないですかもうなんかこうね、権力を握ってたじゃないですか女子たちが。まあそうですね、ね、バリバリ強かったじゃないですか。で、まあ、僕の部屋に上がるや否や、はい、何かエロ本があるだろうって言ってね探し出したんですよやっぱ男子よりね成長が早いというか、成長早いですよね。うん、でもその時僕中1でもう完全にもうドシャイでエロい話するだけで顔真っ赤っかになる男の子だったのでいやもうやめろやめろって言ってね、はい、暴れてたんですよ、はい、一人の女子がいきなり僕の勉強机の裏に 入っていこうとして、おうもうそこからもう態度急変ですよね僕の学校の生活がかかってますから今後の、ああマジ切れみたいなやめろよって言ってそれはそれで何してんだよ やめろよって言って、はい、なんですけども僕の中学校の女子たちはゴリラですからそのままズン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 入ってですね、はい、なんか動きが止まったんですよ。ほんでおちょっとやしね、やめろよやめろよって言って、じゃあ、はい、まあその女子がねちょっと優しかったんですけど、はい、小さい声で男の子やったよねって男の子やったんやねって言われましたねちょっとなんかエロいっすねいやもう辛かったっすよ、うん、まあしかもその時拾ったエロ本っていうのもねかなりこうどぎつい SM のエロ本だったのであ選べないじゃないですかとりあえずもうエロ本だっていうことだよね。そこはもう運っすからね、うん、そうそうそう、 SM に引いたんすかね。え SM に引いて出せんかったんすかね女の子も。いや多分相当エグかったのでそのエロ本が、ああこれ本当にダメなやつなんだと思って、触れちゃいかん触れちゃいかんやつ、触れちゃい、そうそういけない扉を開きそうだみたいな感じでね多分身を引いたんだと思いますよ、はい、ああ危険で、ちょっとこう可愛らしいエロ本だったらうわエロ本だーっつがっ て、ね、騒がれたと思うんですけど、ああはいはいはい、はい、その子もね、そうですね、もうレイプされたような気分だったんじゃないですか、ね、あ多分その場合のエロ本の正解はマガジンのグラビアぐらいですよね。そう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 だったら楽しく終わったっすね。そう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 、ガチトーンで言われましたからね、うん、男の子だったんだって言ってまあ、エロ本談義もね今回もうちょっとやばいことになってますけども、ラジオが、はいはい気をつけないかんところで、まあね、気をつけていきましょうというわけで、はい、まあ、我々のパーソナルなドシモネタをね、ずっと話してるわけでございますので、ここでちょっと一つコーナー参りたいと思います。はい、はい、久しぶりでございますがこちら、最近の気になるニュースということで、はい、おお、はい、久しぶりです、お届けしたいと思いますニュース、はい、うん、こちらです、
1年間毎日死体のふりを続けた男性、念願叶い、はい、人気ドラマに出演。彼ほど死体役の準備が整った俳優はいないということでニュースが入ってきてます。もうこちらね、あの見出しの通りなんですけども、読ませていただきます。はいはいはい、レストランのマネージャーをしているジョシュ・ナリーさん42歳がですね、初めて死体のふりをした動画を投稿したのは昨年10月24日のことだった。ジョシュさんの熱意のこもった投稿は次第に注目を集め、再生回数が580万回を超えることもありましたと。そして死体のふりをする投稿を開始してから321日目を迎えた9月15日、ついにジョシュさんは米人気テレビドラマ CSI ベガスというですね、そのシーズン2に死体役として出演することが決まりましたと。でこちらその CSI というドラマの制作総指揮を、やっているですねジェイソン・トレイシーさんは、ジョシュほど死体を演じる準備が整った俳優はなかなかいませんよ、彼の仕事ぶりを見るのは光栄でしたねと、ジョシュさんの死体役としての働きぶりを称賛していました。はい、というですねニュースが入っております。これ、すごいですよね。わからん世界ですね。おお、なんかよく言うじゃないですか、箸にも棒にも引っかからない、箸にも棒にもすみません、っかかった、ね、箸にも棒にもかからない、うん、かからないっていうんですけど、この方1年間毎日死体のふりを続けた動画をですね投稿したというのすごいですね、が人気になって、うんうん、いや人生本当に何があるかわからないなと、あなんかいうことですよ。初めの方言った熱のこもった死体の演技ってどういうことですか？あなんかねこの助手さんが言うにはですね、ええ、その初めて死体のふりをやった動画を自分でこうチェックするじゃないですか。はい。そしたらですねなんかこう意外にも難しいことに気づいたらしいんですよ。いやむずいとは思うっすよ。うんうん。で僕もこうチラッとこう見てみたんですけど、はい、結構すごいですね。おお。あ死んでるって思いますもん。本当に。うん。そこらへんじゃないですか。その普通のこう、うん、ちょっと簡単な死体とかじゃなくて。あのガチの死体ですね、マジで。あ死んでるわっていう感じの動画なんですよ。家入って、うん、その演技してたら、えどっちこれどっちみたいな、あなるレベルですよね。いや多分ねその外とかでもやってるんですよ。川にちょっとこう浮かんでみたりとか。あーはい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 。でこう車の中で銃に撃たれたような感じでこう血だらけになっていたりとか、はい、雪の日もですねその外で倒れて死んでたりとかするので、通行人とか多分見たら通報されるぐらいのレベルだと思いますよ。あれすごいっすね、うん、それを毎日やってたらテレビドラマ CSI って知ってます？テレビドラマ。いや初めてですね聞いた。なんかねその検視役とかその死体をこうチェックして、あーはいはいはい、その犯人を暴き出すみたいな、おーっていうやつなんですけど、それに出演ですよ、ま、もうじゃあもうほぼ主役というかメインみたいなね。そうですね、物語のそのエピソードの、うん、鍵となる死体ですから。そうそうそう、うん、こうやって42歳でね、よしテレビに
テレビドラマに出るぞって言って毎日、はい、死体の動画を上げるってなかなかできることじゃないし、なんかこれをやってみようっていう感じがね、なんかすごい、ね、面白いなと。これこそなんかね、なんか夢を与えるってやつですよね、本当に。そうですね、何事もやってみな分からんというか、継続せな分からんというか、うん、ね。ボブさんもどうですか、冒頭に陰キャの欲しいって言ってましたけど、自ら、はい、これでなんか陰キャ界をこう牛耳るようなことがずっと言い続けるんですかね。どうやるんですかね、陰キャ界を牛耳るって。まず一番すごい陰キャにならないかんから、まずラジオはやめますね。一番すごい陰キャってなんか全然目立たない人みたいな感じじゃないですか。むちゃくちゃ矛盾してますね。一歩も出ない、一歩も出ない、喋らない、ね、まあなんかいいアイデアがあればちょっとコメントいただけたらなと思います、これはね。ガラス張りの家に引きこもるとかだったら、お、いいじゃないですか、むちゃくちゃ面白いじゃないですかそれ。え、それ YouTube とかで毎日配信したりとかしたら多分相当再生され、はい、されると思いますよそれ。僕はあの部屋の隅で爪とかいじりよったらいいんですよね、うん、だってそこで陰キャの生活をするので、はい、もうずっとゲームとかしたり、パソコンしたりっていう感じじゃないですかね。はい、でポストみたいなのを作っとくんですよ。はい、外と交流ができるような。あ、でそこにこうファンとかがこうお金を入れてくれたりとか、はい、支援をしてくれるみたいなね。あ、お菓子とかがいいっすよね。お菓子とか、うん、食べ物でも何でもね。お金なら、お金もらっても外出ないですからね。アマゾンとかで、アマゾンとかウーバーイーツとかね、注文できますから、お金でも。陰キャっすね。陰キャですよね、それは。ただ、場所がバレた場合、住所特定された場合、相当、はい、人はやってくると思いますけどね、人気になったら。バレるでしょ、バレるっていうか、近所にそんな家あったらみんな来るっすよ。夏とかむちゃくちゃ暑いでしょうね。温室っすからね。いやでもそれめちゃくちゃ面白いと思いますわ。うん、多分陰キャじゃ耐えれんですよね、首吊りますよ。うわ怖っ。それを外から見えてるんですよね、怖っ。そうですね、まあね、まあなんか皆さん何かこう夢とかあれば、考え方次第ではね、こうやってこの女子さんみたいにテレビドラマに出演することができますので、何かやってみたらどうでしょうかと、はい、ということで、続きましてですね、もう一本行かせていただきます。はい、こちら、列車の特等席を予約していた女性、高齢女性の席を譲ってを断るも、ネット上で敬語の声ということで、こちら、おう、公共の乗り物でお年寄りや体の不自由な人に席を譲ることは基本的なモラルとして捉えられているが、このほどイギリスでですね、はいはいはい、特等席を予約した上で列車に乗った女性が高齢女性に席を譲るように求められた、はい、しかし女性は断固として断ったという。いや、そりゃそうっすよね、はい、こんなの。まあね、イギリスの一部の列車の一等車両には隣や向かいに誰も座ることのない自分だけの個室シートがあるんですと。
私は完全に自分だけの空間で小さなテーブルを広げて仕事ができるように今回特別にその席を予約しました。ロンドンで列車に乗って自分の席に座ったのですが、それは特等席であり優先席でもあったようなんですと。はい。するとですね、その私の後から乗ってきた60代くらいの女性が座席の上の優先席と書かれた部分を指さして、私は年寄りなんだから席を譲りなさいとかなり失礼な言い方をしてきました。はい。私はこの席が自分が予約したものであることを伝え、車両スタッフに声をかけて他の席を探してもらうように伝えました、うん、ところが彼女は他に席はないと言い張ってきて、私は申し訳ないけど席は購入して予約したものだから譲れないと繰り返し訴えました、うん、結局列車の警備員がやってきてですね、手助けしようとしたのですが、その女性は乗車券を購入していたけど、はい、座席の予約購入はしていなかったのですと。はい。いうことで、これこの後もですね、すごくこの女性、この高齢の女性がものすごくこうクレームいや言いがかりなどをつけてですね、この特等席を奪おうとしてたらしいんですけど、いやー、どうにかこの災難っすね。ね、スタッフ駅員さんが必死に他の席を探してですね、こちらにお座りくださいということで、はい、ことが済んだらしいんですが、この断った女性も、うん、この車両がですね、なんかすごくこう長い間電車に乗らないといけないようなはいはいはい、電車だったので何時間かっていうレベルで乗らないといけない、はい、でこんな揉め事になってですね、なんかものすごくこう私が悪いことをしたような気分になって、すごく私は落ち込みましたみたいな。いや、いい人なんですよね。そうそう、いい人なんですよ、うん、でしかもこう、いや、まあそりゃそうだって思うんですけど、このね、まあ、割増しでですね、特等席を買ったにもかかわらず、はい、こうやって絡まれるとね。でしかもそれを説明しても分かってくれないっていう高齢の女性、いや、これ僕社会問題だと思うんですよ。60代、うん、60代ってまだ全然いけるやんって。いや、もうね、ねえ、ねえ、しかも予約してないのがいけないんでしょって思いますし、ね、うん、せめて差額分を提示して、ね、うんうんうん、足りないお金の分払いますからでやっと対等みたいなねところがあるじゃないですか。もうちょっとどうしてもっていう、なんかもう、そうそうそう、ね、何かこう問題があってみたいだと、まあ、うん、それでもね、考えものですけど、ね、まあプラスアルファ、プラスアルファ、こっちは予約しとるわけですから、うん、事前に、うん、プラスアルファはあるべきですよね。ね、うん、でまあ最近その僕もこれ、この記事を読んで、なんかうわー、はい、こういう人いるわーと思うんですけど、なんか日本でも言ったらもう高齢社会じゃないですか。まあね、でも我が物顔のように道路の真ん中をチャリンコで走ってるおばあちゃん、おじいちゃんいるじゃないですか。いますね。あれ本当に何なんすかってね。いや、あれ怖いっすよね。めちゃめちゃ怖いでしょ。なんか自分がおじいちゃんになった時に、うん、これ分からんくなるんやろうかって考えて、うん、だったらすごい嫌な気持ちに、うん、年食ったらこんのねえ、車ブンブン走りよるとこすら分からん、そこが危険っていう判断もできんくなるのかっていうのは思いますね。だとしたら老いって怖すぎるだろうって、うん、あれもほとんど自殺ですからね、車側からすると、なんかノールックで道路横断するおじいちゃんとかいません？たまに。ああ、
いますいます、正気かって思いますもん。あれとかもそのどうせ止まってくれるわって思ってるんでしょうねって僕は思ってるんですよ。はいはいはい、はい、あの恐ろしい。いや僕一回やったんが、うん、十字の交差点で、うん、あのおばあちゃんが、おじいちゃんおばあちゃん乗ってるあの、うん、めっちゃゆっくり進む椅子あるじゃないですか。はい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 、わかります。なんていうかわからんすけど、フリーザみたいなやつ。うんうんうん。あれがその僕の左から、うん、交差点に進入してきて、はい、そのまま交差点のど真ん中めっちゃゆっくりスーって行き出すんですよ。うん、え何これってもう理解できなかったっすよ。今これ何どういう状況みたいな。うん、なんかもう交差点に入っていく車全ストップで、うん、それ待ちなんですよ。うん、ねえ、嫌だなって。あれ何なんすか、あのジジババのわがままなんすかあれって。どうせあの、ね、止まってくれるだろっていう感覚なのか、もうもしくはもう訳が分かっていないのか、ずっと酒でベロンベロンみたいな状態なんすかね。お僕あの一回ね、まあ、それとはちょっと話は違うんですけど、はい、あのたまにこう黄色信号赤信号って言ってあの行けなかったっていう時ってちょっとこう横断歩道に出てしまう時ってあるじゃないですか、はいはい、タイミングのせいで、はいはいはい、であちょっと出過ぎたなみたいな時に、はい、その横断歩道を一人の杖ついたジジイがですね歩いてたんですよ。はい、でこっちとしてはもうあすいませんみたいな感じなんですよね。ちょっとこう、まあ、横断歩道邪魔しちゃってみたいな。そうん、そしたらいきなりそのジジイがその杖で僕の車をゴーンってやって叩いてきたんですよ。いやもうほんまにやばいっすね。なんでってなりましたね。その怒りというか、はい、なんでって。いやもうね、なんなんですかね。で言うじゃないですか、その最近の若いやつはって言ってね、はい、はいはいはい。本当にまあでもああいう人らはそういう人はもう年寄りだからじゃなくて、もともと頭おかしい人なんですよね。なんちゃんとした、ね、ちゃんとしたご年配の方々もおりますからね。おりますおります。そういうジジイババアじゃないご年配の方々と呼べるような人はいますからね。うん、そういう人はもう頭おかしいやつ、元から頭おかしかったんですよね。ねえ、あすっごい怒るジジイとかいるじゃないですか。いますいます。うん、なんかレジ袋がどうだったかで、多分レジ袋有料化になったぐらいの時ですかね。なんか、はい、僕がレジ終わって、うん、その買ったもんを袋に詰めとったら、後ろでいきなり怒鳴り出して、なんかレジ袋がどうのこうのみたいな。全くなんて言うんか分かんないんですよ。おう、なんかそんなの店員さんに言ったって仕方ないだろうっていうことももう分かってないんでしょうかね。もうなんか文句を言いたいのか、はい、かね、寂しいんか、寂しいんでしょうかね、ほんと。ね、坊さんも年いってからそうならないでくださいよ、ほんとに。なんかジジイ、ちょっとね、そうなりそうでね、怖いんすよね。いやほんと坊さん、その気ありますからね。
あります、出てます。いや、うちに秘めてるものがあるなと思ってますね。あー、全部に全部嫌いですからね。そう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 。あー、それが年取ってそのダムが機能せんくなったらそう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 、もう理性が働かず、もう思ったことを言っちゃうみたいなね。ああ、今日も今日もいましたよ、あのスーパー、僕の行きつけのスーパー木村さんに行ってですね、はい、あの僕の前のお客さんが、まあ、それも60代とか70代のおじいちゃんですよ。おじさんですよ、はい、おじいちゃんかな。はい、あのイーチコのでっかいパック持ってるんですよね。ああ、はい、もうそれだけなんですよ、持ってるの。はい、でボーンって置いててですね、もうすっごい態度でかくて、はい、そのレジの店員さんが聞くじゃないですか、最近レジ袋いりますかとか。ああ、はいはいはい、もうしかとしてですね、で、はあ、おるわ、嫌だわ何円になりますって言っても、しかとして、はい、お金バーンって置いて、うん、うわー、やだなーって思ってね。お金投げるやつだあいつ、何なんすかお金。そうそう、お金投げる人、もう信じれんのっすけど。むしろ入れづらくないかそれってなりません、そのなりますね、あのお金入れる四角いやつあるじゃないですか、はいはいはい、はい、小銭にはもうそれ角度悪かったら落ちちゃうじゃないですか。うん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 、あれっすよ、あの千円札、あのひらってしてましたね、ふってこう。ああ、うわやだわってね、空気抵抗によっては横にスーンっていったりしますよそうっすよ、本当に。それなんなん、家で練習しようんって思いますもん本当にね、嫌な嫌な世の中になりましたよ。嫌な世の中になりましたけども、うん、まあそうならないためにもね、どうしたらいいんでしょうね、そうならないためにも。いやもうそういうやつらを見て、あ、やだなって思いよったら大丈夫、ね、なんじゃないかな。こうはならないぞってね、はい、心に決めるも決めたらそうならないようにね、なるんじゃないでしょうか。まあそういう方々のおかげで、うん、あれっすね、人の振り見て我が振り直せっていうやつですよね。ああ、そうね、そうね、反面教師ってやつですね。そう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 、はい、ああ素晴らしい。まあ、ということで、僕らもですね、皆さんもですね、なんかこう気づかずのうちになんかこう失礼なことしてたなというところがあれば、うん、その嫌なジジイババアを見てですね、はい、自分の身の振り方を考えましょうということで、はい、いや、これ綺麗に終わったんじゃないですか今日これ。そうですね、まあ、だいぶ感じは悪かったですけどね途中から思い寄ったけどまあ僕らなりの言い方で、あ、もうリスナーさんもですね僕らを反面教師にして、こんなことは人前で喋らないでおこうと口は災いのもとですよ、はい、学んでくれたらなと思います。はい、ということで、今週もチンマラジオをお届けいたしました。はい、はい、どうも最後までお聞きくださいましてありがとうございます。ということでバイバイ。はい、さよなら。